三居沢発電所は、宮城県仙台市青葉区荒巻屋座三居沢にある水力発電所。1888年、宮城盲石会社によって設立され、現在は東北電力が管理、運用を行っている。記録に残るものとしては日本で最初の水力発電所である。また、日本で最初のカルシウムカーバイド製造地でもある。 1999年8月23日、発電所の建屋が、登録有形文化財、第04から00025号に登録された。2008年10月には、三居沢発電所関係の危機器、資料が、日本機械学会の定める、機械遺産、第26号に認定された。さらに2009年、経済産業省が定める、近代化産業遺産群、 続33の一つとして認定されている。北関発電用水路の開挙部分。奥に見えるのが、陳謝池の入り口である。発電用水は、仙台市青葉区橋6の広瀬川右岸にある、北関から取水する。取水された水は、長さ383メートルの開挙部分を通り、陳謝池を経て、青葉山を貫く長さ1682メートルの、 導水路に入る。導水路の先には水槽があり、ここから水圧交換を通って落差26.67メートルで発電所へ至る。これらの取水施設の位置は現行設備の稼働が始まった1910年、当時のままである。水は縦屋下部の放水口から放水され、海峡部分225メートル、暗峡部分十二メートルの放水路を通り、 牛小枝市付近で再び、広瀬川へと戻る。発電所の建屋は1908年10月に上棟、1909年3月に竣工したもので、ある。腰屋根風の突出した屋根を持った寄せ棟作りの木造平屋建てで、外壁は、下見板張りである。腰屋根の側面には、明かり取り窓が設けられている。胸札には、当領、伊藤家佐五郎。 脇棟梁伊藤利三郎とある。現在は壁面の一部がガラス張りに改装されており、隣接する三巨沢電機100年間から発電の様子を見学できるようになっている。1879年、明治政府は食産工業を推進するため、イギリスからミュール防石機3台を輸入し、うち1台を宮城県に乗与した。 当時宮城県令を務めていた松平正直は宮城郡庁の韓国服に宝石所の建設を委託した。韓国服は宝石機の動力として水力を選び三巨沢に宮城宝石会社の設立を計画した。1883年11月に登場の上等式が執り行われ、1884年5月2日に 防石事業の創業を開始した。機械製の防石事業としては、東北最初である。1886年に、東京電灯が、電灯事業を開始し、仙台の有志の間でも、電灯事業への関心が高まった。1887年、韓国福らが、発起人となり、防石機の水車タービンに発電機を取り付けて、 繁華街に街頭を灯す計画を発表した。1888年、韓国服と事業計画の審査員4名が上京をして東京電灯を視察し、仙台藩出身で当時日本銀行副総裁を務めていた富田哲之助を尋ね意見を聞いた。富田は、この計画を時期尚早とし、審査員4名もそれに従ったが、韓国服は、 自分が経営する宮城宝石会社だけでも転倒したいと考え、三好電気工場から自家用として、アーク島1個と電球50個、そして藤岡一助が設計した5キロワットの直流発電機を購入した。同年6月28日に機器が到着し、宝石工場の水車タービンに発電機が取り付けられた。7月1日、取水門の上のカラス山頂に、 アーク島を点火し、ついで盲石工場内に50個の電灯を点火した。1893年4月、仙台市内に突如として、仙台伝統会社創立事務所が開設された。発起人は、栃木県日光の人物であった。これに驚いた地元の有志は、地元出身者による電気事業を計画し、 当時、韓国福から宮城宝石会社の営業権を譲り受けていた佐藤助五郎と会合を開いて、独自に仙台伝統会社の設立を決定した。三巨沢の実例があったため、水力発電による電力供給が構想された。発電所を新たに建設すると莫大な費用がかかるため、韓国福は宮城宝石会社の水車を電力供給源として用い。 伝統事業のみを伝統会社で行うことを提案した。これに伴い、1894年1月に社名を、宮城水力防石製紙会社へと改めた。同年3月、宮城水力防石製紙会社は、三好電機工場から 30kW の発電機を購入した。仙台伝統会社は、同年4月9日に、営業の免許を受け、電柱や、 電線の仮設を開始し、7月15日に開業した。開業当初の電灯数は365灯で、あったが、年内に約600灯、1年半後の1895年末には、供給個数221、752灯に増えた。1896年、仙台電灯会社は、新たに、芝浦製作所製の70キロワット交流発電機2台を、 使用した、発電所を設立した。電気事業はその後も順調であったが、宝石事業は不振であったため、1899年10月1日に、経営一体化を図り、仙台伝統会社を合併して、社名を、宮城宝石伝統株式会社と改めた。さらに1900年12月、仙台市及び付近町村の需要増加に応えて、新たに、 芝浦製作所製3 0 0ット参照交流発電機と、ドイツのシーメンス社製3 0 0ット参照交流発電機を備えた計6 0 0ットの発電所を新設した。現在の三居沢電機100年間は、この発電所の跡地にある。工学博士、藤山恒一先生像三居沢発電所にて1901年。 宮城宝石伝統株式会社は、電気事業を拡大するために、藤山常一を、議師長として迎え入れた。藤山はかねてより電気エネルギーの利用に関心があり、着任後間もなく重役の伊藤誠二郎に進言して、カーバイドの製造を試みた。当時カーバイドは自転車の投下用としての需要があったが、日本国内では全く生産できず、 すべて輸入に頼っていた。藤山は五十九葉の変圧器を自作し、会社の倉庫の一角で製造を試みた。そして1902年、カーバイドの製造に成功した。これを受けて、伊藤誠二郎は藤山に、カーバイドの製造会社を設立することを認め、同年4月に、三居、沢カーバイド製造所を設立した。この事業は1905年12月。 伊藤聖二郎らに引き継がれ、山山カーバイトの名で製造が続けられた。その後、藤山は三巨沢の他に全国4カ所の工場を設立し、1907年、野口下川とともに日本カーバイド商会を設立した。宮城盲石伝統株式会社の盲石事業は、その後も、不審続きで、1909年に廃止された。一方、 電気事業はその後も着実に伸び、1910年、出力1 0 0 0ットの発電所を新たに建設した。現在の三居沢発電所には、この時の建造物、構造物が数箇所残っている。同年9月、仙台市は、財政力の向上と、電気料金の値下げを目的に、宮城防石伝統株式会社と仙台、 電力株式会社の買収を打診した。仙台電力株式会社は1911年、宮城防石電灯株式会社は1912年12月に、買収された。1942年8月に、東北配電株式会社が創立され、この発電所は同社に所属することになった。第二次世界大戦中は空襲の被害を受けず、戦後は、 米軍兵舎への電力供給に利用された。1951年に東北電力株式会社の所有になり、1978年からは無人化されて東北電力株式会社仙台技術センターから遠隔監視、制御されている。2011年の東日本大震災で一度停止したが、3日後には発電を再開した。 放水水道跡発電所の裏山にある水圧交換の隣に1900年に建設された発電所の放水水道跡が残されている。複数のアーチを持つ放水トンネルで外部はレンガ造りだが内部は石垣である。1988年東北で初めて電気が点灯してから100周年を記念して建設された。 1900年12月に建てられた6 0 0ットの発電所の跡地で、現在稼働中の発電所に隣接している。壁面の一部がガラス張りになっており、稼働中の発電機を見学できる。当時の5キロワット直流発電機と同型モデルの複製品が展示されており、電気事業の歴史が紹介されている。1882年に薩摩藩の磯庭園で、 島津市が建設した水力発電所が日本初との説もある。藤岡一介の提唱により、三好昭一が設立した工場。後に大阪伝統会社の技師長岩田レク二彦が買収し、日本電機の前身である日本電気合資会社となった。1910年4月1日に開業した発電所。大倉川の水を利用し、 仙台市の一部を呼び、塩釜地区を電力供給区域としていた。ありがとうございます。